皆さんはね、こちら iPhone にね、こう、フィルムとかなんか貼り付けておりますでしょうか？ただこれのフィルム選びむちゃむちゃ悩むんですよ。普通のフィルムを貼るとね、なんか指の滑りが悪い。するとね、パズドラに影響するでしょ、パズドラに。だからといってノングレアタイプのやつだとね、画面が曇るんです。はい、そんなわけで本日も用意してきました。本日紹介するのはこちらでございます。いや、ついついね、Amazon でポチってしまいましたよ。こちらね、皆さんよくご存知のグラスシリーズのやつですね。レボリューションって言ってまだ販売したて。なんと極薄 0.15mm の厚みしかございません。では早速ね、貼り付けていきましょう。はい、では早速中身見ていきましょう。はい、こちらが中身でございます。これがね、クリーナーだ。でもこれ結構ね、うんこなんだよね。これあんまおすすめしないです。ぽいです。そしてこちらがね、本体となります。もうちょっとね、画面から伝わらないでしょうけど、薄い。これガラスなんだ、これで。バック。こっちが表だね。これをペラーンやるんだね。ちゃんとね、ここ説明書書いてあるので、これちゃんと読んでいきましょうね。まず大事なのがね、異物を取り除く。まず貼り付けるので大事なのがね、このデモンストレーションですよ。まず何もしてない状態でこう合わせてみるんです。これでね、なんとなくの感覚を養う。はい、まず第一ポイント。こちら液晶面についてね、ゴミを取り除きます。ただこちら付属してるのがね、結構うんこなので、これ逆にね、汚れたりするんですよね、これ。だから私はね、あまりおすすめしません。そこでおすすめするのがね、こちらですよ。これだとね、ホコリをそのまま吸着してくるからね、ホコリが残ることはない。よーし、もういいだろう。もうこのようにピッカピカになりましたよ。よし、いよいよ本番だ。このバッグのシートをね、剥がしていきます。この剥がす瞬間がね、また気持ちいいんですよ。うわいとね。そして再度ね、ホコリの有無をチェックして、多分大丈夫だ。よし、こっからがね、勝負なんだよ。これが難しい。基本的にはね、このホームボタンがね、ポイントになると思うんだ。どうだ？こんなもんだと思うんだ。まだね、ペチャーしてないからね、よくね、これで一応確認だけ。まだね、動くと、あ、くっついてってる！くっついてってる！あ、くっついちゃったもん。いやー、もういっか。多分、だいたいいいだろうから、もうね、ぴっちり、ぴっちりね、くっつけていこうと思う。あ、このぴっちりの時にね、このうんこ、このうんこシートを使えばいいよ。よーし、これでね、こう、ぴっちりと、していただければ、はい、完成でございます。はい、とまあ、こんな感じで無事貼り付けることができました。ではどんな感じなのか拡大してお見せしましょう。はい、見えておりますでしょうか？今回かなりね、綺麗に貼り付けできたと思います。なんか YouTube 界はね、他にフィルム貼り付けの神。神と呼ばれる方がね、存在するらしいんですけども、まあ、あの方には及ばないかもしれませんが、まあ、それなりにね、ほら、むちゃむちゃね、綺麗に貼り付けることができました。そしてちょっと薄すぎてね、ガラス面のあれ自体わからないと思うんですけども、もうズレがね、もう全然ないと言ってもいい感じですね。今回私はね、このホームボタンを軸に貼り付けることにしました。ここだとちょっとわかるかな？これガラス面なんですけども、こうやって横から確認するとね、もう 0.15mm だからほとんどね、わかんないんですよ。どれがガラスか。うわ、いいね。簡単に今回のね、ちょっとポイントをお教えします。まあ、今回 0.15mm と薄いからね、今回この貼り付けてもね、ほとんどね、わかんないんですよ。そしてこの薄いにはね、まだポイントがございます。今回ね、これ指紋認証になってるんですけども、これ 0.4mm とか、従来の結構厚めのやつだとね、このホームボタンが押しにくかったんですよ。しかしね、今回はもうすごい薄いからね、別に楽々ね、解除。解除してくれます。やっぱ薄いとね、このホームボタンが押しやすいからいいですよね。他にガラス面のポイントとしてはね、これ、滑りがね、ものすごいいいんですよ。フィルムタイプだとどうしてもね、この滑りが悪くなるので、今はパズドラ入れてませんけども、パズドラやる人とかはね、もう、ぐんや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 動くかすわけで、このガラス面はね、むちゃむちゃ便利だと思います。また今回 0.15mm と薄いながらもね、従来通りのね、10H かコード10H? カッターでね、傷つくことはございませんだよな。ございません。やっぱそこもね、ポイントでございます。傷、つかないよね。つかない。傷つきません。まあ、他、いまいちなポイントとしては、普通のフィルムだとね、指紋が目立ちにくいってやつあるんですけども、こちらはね、
あ、今指綺麗だな。ちょっと待ってよ。はい、顔面押し付けたからね、素晴らしくここら辺汚すことができました。こんな感じで人の油汚れはね、むちゃむちゃつきます。わ、すごい伸びてんな、油が。また今回はね、ラウンドカットっていう、なんか始めがね、こう、キュルンって、キュルンってなってるやつがないので、このホームボタンの周りをね、ギュルギュルすると、なんかね、ちょっと、トゲトゲってした感じがします。まあ、ただしね、この端っこ側についてはね、もう元が薄いので、そこら辺はあまり感じませんね。はい、そして他ですね、これ、強化ガラスをね、使ってはいるんですけども、最強じゃないんです。実はね、以前 0.4 ミリバージョンのやつで、検証してみました。その様子がこちらです。こんな感じでちゃんと剥がれるようですね。ごめんよ。はい、こんな感じでね、私が人柱となってテストしてみた結果、やっぱね、割れるんですよね。しかも今回ね、0.4 ミリではなく 0.15 ミリ。だからね、コンクリの上とかにバキャーンと落としたりすると、今回のこの強化ガラスがね、割れる可能性は非常に高いです。まあでも一つだけ言っとくとね、割れるのはね、強化ガラスで内側の方までね、ダメージがいくことはちょっと少なくなりますね。そういった意味ではちゃんとガードに役立っているのでいいのではないでしょうか。さて最後にこちらグラスのこの 0.15 ミリの強化ガラス、気になるお値段は3980円となります。まあ今回その薄いおかげでね、ボタンの押しづらさがね、解消されてるっていうポイントはございます。あとね、この強化ガラスをつけとけばね、私のこの iPod Touch のようにこの画面自体に傷つく可能性もね、少なくなります。やっぱなんだかんだでね、毎日使うもんだから画面に傷がいくとね、悔しいんでございますよ。まあ、100% ガードしてくれるっていう代物ではないんですけども、まあ、これをつけることでね、まあ、99% 傷を防げるでしょう。もしね、まだ何もフィルムも何も貼り付けてない方はね、こちらおすすめしますよ。以上、iPhone を傷から守る 0.15 ミリの強化ガラスの紹介でした。いや、やっとね、フィルム貼り付けましたよ。今までね、ポケットの中に入れた時、そのポケットにね、ちょっと金具があって傷が心配だったんですよね。これでね、そういった心配からも解放されました。しかし、なぜなんでしょうね。極薄 0.15 ミリっていうとね、なんかどことなくいやらしさを感じます。なぜなんでしょう、教えてください。さて今回関連動画といたしましては、以前のね、こちらの、強化ガラスを割ってしまったというね、検証動画貼り付けておきます。もしよろしければね、こちらの方もご覧くださいませ。そして現在ね、この SIM フリー iPhone5S にはね、楽天ブロードバンド LTE を使っております。まあ、ちょっとしたね、残念なところはあるんですけど、それなりに安くてね、まあまあ満足はしてるんですよ。そちらの動画についてはね、こっちの方を貼り付けておくので、もし今からね、SIM フリー iPhone をご希望の方はね、ぜひね、参考にしてみてください。そして今回の記事についてはね、下の方、ブログの方に貼り付けておきます。まだ購入ページについてもね、説明欄ございますので、もしよろしければね、そちらも見てみてください。そして最後こちら、カズチャンネルですね。こちらを押すとね、漏れなくチャンネル登録することができます。もちろんね、チャンネル登録も、なんとですよ、登録解除も可能になっております。もううざくなったらね、もう気兼ねなく登録解除をお願いいたします。ではまた次皆さんお会いしましょう。